釧路出現祭岡展望台より、宮島岬方面を望む細岡展望台より、冬の出現を見る、釧路市出現展望台より、山崎岬より、宮島岬方面祭岡展望台から見た夕日の、釧路出現釧路出現大橋から見た釧路出現と、あかんふじくしは、北海道釧路平野に位置する日本最大のしつ湿地面積は、ヘクタールで、 このうち中心部の7863ヘクタールがラムサール条約登録湿地である。釧路湿原国立公園としての区域は28788ヘクタール。釧路市の北部から4市町に広がる。大半は川上郡渋茶町と阿寒郡鶴井村、釧路郡釧路町に属する。湿原の中を釧路川が大きく蛇行しながら流れている。 湖の東側には、ト東ロ湖、シラルトロ沼、タツコブ湖、コ、エオルト沼、ポン沼、サルルン沼が並ぶ。湿原の中にも小さな湖沼が点在するほか、低炭層の小さな穴に水が溜まって、底なし沼状になった八千七湖が各所にある。第二次世界大戦後の食料増産政策とともに、湿地帯の一部は開拓され、 釧路川の直線化も実施されたが、川の流速が速くなったことが生態系に影響を与えた一因と考えられており最大効果する計画がある。吉菅スゲ湿原が大部分を占める。杉族が大きな塊となったものは、ヤチ坊主を呼ばれ、釧路ろ湿原の名物の一つとなっている。このほハンノキの林、水苔ケ湿原もあり、食中植物の毛仙苔やコタヌキモが生育する。 湖沼や河川には皮脂、眠ろ甲骨など水草が見られる。湿原内と周辺で確認されている植物は約700種。動物は、鳥類が200種程度、哺乳類39種、爬虫類5種、両生類4種、魚類38種、昆虫類が約1100種確認されている。日本最大の淡水魚である伊藤や北山小王などの貴重な動物も多い。 人の活動が少なく、餌が豊富なため、単調やイゾ潜入、ベニマシコなどの多くの鳥類の繁殖地、休息地となっている。単調は、カキ、クシロ湿原を含む同等各地で繁殖し、冬にはクシロ湿原へ戻ってきて越冬する。かつては不毛な土地とみなされ、開発が試みられた。太平洋戦争後、一部が農地、牧草地や住宅地に転用され、 出現の面積は1947年には2.5万ヘクタールだったものが、1996年には1.9万ヘクタールとなり、約2割少なくなっている。1951年には、当時の北海道開発庁が、釧路で炭知開発計画を策定した。牧草地を広げることなどを目的とした河川の直線化による土地の乾燥化は、1980年の、 ラムサール条約登録後もしばらく続いた。一方で、自然保護の取り組みも戦前に始まっており、1935年8月27日に、釧路単調、鶴繁殖地として2700ヘクタールが国の天然記念物に指定された。戦後の1952年3月29日に、釧路の単調及びその繁殖地として、 特別天然記念物に指定変更され、面積も2749ヘクタールに拡大された。さらに1967年6月22日に、単調地域を定めない主指定の特別天然記念物に指定変更するとともに、同年7月6日に新たに、釧路湿原を天然記念物の天然保護区域に指定し、その範囲を5011.4ヘクタールとした。 また、1958年11月1日には、国指定薬師匠湿原町重保護区に指定されている。ただし、哺乳類の内エゾシカについては、希少植物を食害したり、踏み荒らしたりしている面もあるため、環境省が、等数調査と試験捕獲を行っている。1980年には、ラムサール条約登録地に、1987年に、湿原周辺を含む、 約26,861ヘクタールが国立公園に指定されている。現在の釧路湿原一帯は釧路湿原国立公園の特別地域に指定されており、開発は厳しく規制されている。植生保護や八千岩への転落事故防止のため、湿原内に入る自動車が通行できる道はない。観光客は遊歩道を通るよう求められる。ゴミのポイ捨て。 釣りと釣り針の域とそれによる鳥類への被害も起きており、有志による釧路湿原騎馬隊が乗馬による自然保護パトロールやゴミ拾いなどを行っている。かつては湿原を農地化する試みも行われていたが、自然保護機運に加えて観光資源としての重要性が高まり、湿原の開発よりも保全に目が向けられるようになってきた。環境庁は、 国立公園指定に先立つ1983年に釧路湿原保全対策検討会を設置。現在、湿原内では国土交通省や環境省等により釧路湿原自然再生プロジェクトによる自然再生事業が行われている。主な事業として、湿原上流部にあたる茅沼地区において直線化された釧路川流路を最大効果させ、 自然環境の復元を図る事業や、辰つ部地域において、森林、湿原、河川、故障と連続的につながる生態系の復元を図る事業は、現在も行われている1万年前までの表記には、地球上の水が氷河として大量に地上に堆積したため海水量が減って海水面が低下し、釧路湿原一帯も完全に陸地化していた。その後、 気温が上昇して海水面が上昇した。約6000年前には、気候が現在より温暖化し、海水面も今より2から3メートル高くなった。当時、釧路湿原一帯は大きな浅い湾を形成し、気温も現在より平均摂取2度から摂取3度高く、現在の東北地方と似た気候であった。湿原周辺に存在する当時の海塚からは、 ハマグリや潮吹きなどの貝殻が見つかっており、これらは現在は宮城県以南に生息している種である。その後、気温の低下に従って海水面も低下し、4000年前には現在の海岸線が形作られた。釧路湿原では湾口部にサスが発達し、内陸部は水はけの悪い小宅地になった。小宅地に追い茂った。 吉しやすが霊量多湿な気候下でデータン化して、湿原が形成され、約3000年前に現在のような湿原になった。北海道にあるサロベツ原野やキリタップ湿原も同じ経緯で形成された。早い時期における和人の来訪としては、幕末の1858年、松浦武四郎が、爆命による調査で釧路川を降り、湿原を縦断している。一般の観光客は、 高台にある複数の展望台から眺めるか、遊歩道の散策やカヌー等による川下りで湿原の景色、自然を楽しめる。また、JR 線も本線は一部の区間が湿原内を通るため、列車に乗車したまま観察する方法もある。湿原の東端には、舗装化展望台、ビジターズラウンジがある。蛇行する釧路川を一望でき、正面に、 宮島岬やキラコタン岬が望める。展望台の下には JR 専門本線、釧路出現駅が設けられており、臨時の観光列車である釧路出現の6個号も停車する。また、JR 専門本線道路駅付近には、サルボ展望台、道道線6 5沿線には、コッタロ展望台があり、著名ではないが、 く路川の流れとく路湿原東側を眺めることができる。生誕には、く路市湿原展望台と御根内ビジターセンターがある。こちらからも湿原を一望できるが、湿原内を蛇行するく路川は視界に入らない。それぞれの施設付近に単焦歩道が整備されており、植物や鳥類などを観察しながら出現に触れることができる。また、両施設の間を、 旧鶴井村営軌道の配線跡を転用した単焦歩道が結んでいる。ありがとうございます。